あれ、じゃあ続くからいきます。フロリアの王子から、やりましたね、今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ、バッジを付け替えてみますか。付け替えます。イエイ。フワットジャンプクリア。というわけでここリベンジマッチ、頑張れつむぐ、リベンジマッチングいきます。意外と相性いい気がするんだよね。意外と相性いい気がする、フワットジャンプ。はい、危なー、フワットジャンプ、壁ジャンプした上でもふわふわできます。上にふやっと、危ない。なんとかフワットジャンプで取れました。はい、じゃあ土管で作るんだ。はい。あ、ふわふわのやつだ。パパ、こっち来て、ふわふわのやつ見せるよ。見して見して。ちょっと、見たかった理由がなくなっておりますが、Y で出す。入った。で、倒せる。お金になる。今度は弾けたな。あの2つもちょっとシャボン玉っぽい。なんかシャボン玉と、シャボン玉とフワットジャンプで可愛くない、なんか。どっちもふわふわや。ね、どっちもふわふわや。ふわふわっぽい。ふわふわ。なるほど、つむぎが調子悪い理由が分かった。やっぱこの画角、見えづらいよ。最悪。画面正面からやってないと見えづらいんじゃない。いや大丈夫、そんなことない。これが調子が悪い原因やったんや。大丈夫、だいぶ斜めから見えてる。危な、画面を撮影するために。あ、うん、ここは壁ジャンプってんだよね。サナギみたいになった。お、フワットジャンプ。あ、危ない。あ、危ない。フワットジャンプ先行ってたらこれに登れてたんだ。あ、で、あの土管の中入れるってこと。うん、そういうこと。フワットジャンプを、あ、じゃあ土管に入れるっていうか、フワットジャンプを先に習得してたらここ登れた。あ、そう、ここの土管入れる。天国。ちょっといろいろ説明してあげて。天国でーす。こんにちは。なんでー。ナイスクライミング。お、おい。お、3つ取れた。ここで3つ。これ3つ取れたらどうなるんですか。知らないです。知らないんかい。特に知りません、私は。
なんか点数が上がるとかそういうのないんですかね。ナイスクライミング、ナイスクライミング、ほらー、はい、死んだことました。いやー、ここまで、こんにちは。さあ、あっち行ってる間はなんか短縮みたいなことんだよね。あそこにあったから取ろうとしちゃったよ。あそこにあったから取ろうとしちゃったよ。その声、その喋りが。あそこにあるから。しまったです。すいませんでした。はい、吉永紬容疑者8歳が逮捕されませんでした。というわけで、引き続き。これ多分あれだ、泡でここでシュイーンって取れたんだ。泡でここでシュイーンって取ってくれたんだと思う。泡で取ってたら淡路島。ここに取れるところ。おかしくなったよ、なんか。え、なになに、なにこれ。迷路みたいになってる、迷路みたいになってる。なに、なにこの。取りたい人なんで、ちょっと全部取らせていただきますけど、すごいですね。すごい。やばい。透明ブロックとかあるのかな。
あ、もうね。あ、やばい。マジかよ、ミスりすぎたよ。頑張れ、つむくん。大丈夫だ。やべー。もうこの動画だけで10分使ってる。マジで終わってる。ね、マジで無理。先生の中でジャンプできるとかそういうわけではないと。あそこいいでしょう。落ち着いてっか。急ぎ目で行こう。うん、急ぎ目で行けるかな。楽しくないな。やばいよやばいよ。頑張れつむ。やっぱりあそこを噛んでく。いや、つむこと聞いたらずっと言ってたかな。何？やっぱりこの子の。どうかした？僕に構うな。登れ。僕に構うな。登れだって。あの子はあのフラおしゃべりフラワーくんの妖怪の子でした。そうですね。とても妖怪の子でした。僕のことは気にせずに見ていてみたいな感じで言ってましたけど。ちょっと食力があんまりないんですよ。
なんかあったんだけど。なんかあったんだけど。大丈夫？死なない？あ、しょちゃんだった。あぶな、ああ！下行きすぎだよ。っていうことはまたあそこから。ねえ、もう16分も使っちゃってるよ。一回切ろう。一回切ります。